井のシュートだー、決まったー、詰めてこのゴールが決まりました。小池のヘディング、なんだ小池だー、大久保折り返し、佐藤だー、4点目。そうですね、まあ、非常にハードワークしてくる相手っていうイメージがありますし、まあ、強さとか高さっていう部分がを、まあ、武器にしているチームだと思うので、まあ、ヴェルディのサッカーは、まあ、そういうところでもしっかり、そういう相手にもしっかり自分たちのサッカーをして、まあ、ハードワークの面でも負けないっていうところが証明できればいいと思います。足元で受けたりとか、まあ、スピードの部分とかで裏に抜けたりっていうところを増やしていって、まあ、相手のペースを握らせないっていうのが大事かなと思います。